ピザラボ。本日紹介するのはグラビアアイドルとして活躍する葉月隼さん。1991年6月生まれ、愛知県出身。 B 型の152センチ。特技はスノーボード、サーフィン。趣味は料理、音楽。好きなことはフィリピン、ギャンブル、温泉、サウナだそう。フィリピンはことなのかというツッコミは一旦飲み込みましょう。性格はクールと思われがちですが、天真爛漫で童顔な顔立ちで、親しい友人からはベイビーや赤ちゃんと呼ばれていますが、声が低くハスキーなことにコンプレックスを持っているそうです。黒ギャル好きとしては、最近このようなタイプの女性は少ないため悲しいですが、葉月さんは完全にドストライクです。好きすぎます。そんな葉月さんは三河湾の沖に浮かぶ佐久島で建築関係の会社を営む家に生まれました。高校時代は9割女子生徒という高校に通学しており、葉月さんもいわゆるギャルだったそう。もともと高校卒業後はオーストラリアでサーフィン留学をしようと考えていたそうですが、東京の漫画喫茶で調べ物をしていた時にふとグラビア DVD を目にし、今しかできないグラビアアイドルになりたいと思うようになったそうです。その後2013年11月ガールズペリアという雑誌で初めてグラビアページを飾ります。翌2014年にはアイドルの穴、日テレエニックを探せにて日テレエニック候補生になります。同年6月には日テレエニック2014に選ばれ、人気投票1位でグランプリを受賞しました。2019年12月発売の自身2作目の写真集ボニーは、バストトップと股間だけをテープで隠したインパクト抜群の表紙が話題となり、2020年にはグラビアオブザイヤー2020で優秀賞、2021年には特別功労賞を受賞されました。葉月さんはカジノが好きらしく、コロナになる前はよくカジノのできる国に行っていたそう。特にバカラが好きで、ディーラーの資格も持ちたいと思い学校に通い始めたとも語っています。30歳になる前に資格を取りたいと思っているようです。グラビアやカジノなど好きなものに対する努力を惜しまないで真面目に取り組めるのは素敵ですね。私の家では先祖代々黒ギャルは性格が良いと言い伝えられてきたので納得です。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な美女を紹介しています。よろしければ高評価やチャンネル登録、コメントをお願いします。それではまた次の動画で。